はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト5、続きやっていきたいと思います。ですね、前回ですね、このね、誰が持ってるかな。アイテムなのかな。あ、これだね、ドラゴンオーブ。これをね、ボブルの塔という場所に行きまして、取りましたね。この時にね、ゲマとね、ゴンズ、主人公の父親の仇がいたんですけど、まあ、倒すことを成功しました。まあね、何回もね、クリアしてるとはいえどね、さすがに、ボスがね、何が効くとか弱点とかまではさすがに覚えてなかったので、まあ、後でね、まあ、攻略した後調べたところによると、まあ、ヒャド系は効かないと。あと、バギとね、もう一個なんか効かないのありましたね。まあ、そんなんでしたけど、まあ、ギラとかね、イオとかは効くのかな。まあ、そんな感じ、メラとか効くのかな。まあ、そっち系の呪文は効くみたいですね。ということで、まあ、簡単に倒せるのがタバサを入れて、まあ、バイキルトをね、かけて攻撃力を上げて、まあ、ルカナンが効いたので、まあ、守備力130下がるんでね、2回ほどかけたらね、普通の攻撃でダメージ200超えるので、まあ、簡単に倒すことはできるんですけど、その後ですね、このドラゴンオーブを取ったので、これね、今回ですね。さて、この天空城に持ってきたら何が起こるんでしょうかということで。まあ、前回のね、ゲマ戦ですけど、スーファミ版でしたらあそこでとどめさせて終わりなんで、プレイステーション2以降ですね、この DS も含めてね、以降だと、あそこでゲマとどめささなくてまだイベントあるんですね。ということで、どういう風になっていくんでしょう。そこがまたスーファミとの違う場所なんでね。え、アベル殿、いいところに来てくれました。実は、この城に怪しい男が潜んでいたのです。プサンとか言ったな。お前は何者だ。我々、天空の民にはプサンなどという名前の者はいなかったぞ。さて。待っていました、アベル。ドラゴンオーブを持ってきてくれたのですね。やはりあなた方は私の思った通り知恵と勇気を兼ね備えた人たちです。さあ、そのオーブを私に渡してくれませんか？いいえ。そうですか。本当なら腕ずくでももらうのですが、私は見ての通りヤサ男。ヤサオかな？あなた方にとても勝てそうにありません。オーブは開けられることにしますよ。勝てたらじゃあ襲ってくんのかな？話変わっちゃうね、そしたらね。怪しい男を調べるのに協力してください。プサンとか言ったな。お前何者だ？我々天空のためにはプサンなどという名前のものはいなかったぞ。この敵対、まあ、されるのかなっていう家をなるべく選びたくないね、じゃあね。ありがとうございます。何やら全身に力がみなぎってくるようです。プサンはドラゴンオーブを抱き、瞑想を始めた。なんとまあどこかで見たことがあるドラゴンが、まさかそんな、マスタードラゴン様、もう天空城の名主ですね。我が名はマスタードラゴン、世界のすべてを統治する者なり。もう天空城どころか世界のすべて統治するとか言ってますけどね。よくぞ来たな、伝説の勇者の血を引き師一族たちよ。私が人として暮らす間に再び世界の平和が破られてしまったらしい。暮らす間にかな、暮らす間にかな、まあ、どっちかなんでしょうけど。魔界の門が大きく開けられ、魔界の王がこちらの世界に来ようとしているのだ。しかし、そなたたちならそれを食い止められるやもしれん。もちろん私も力を貸そう。はい、天空のベルを受け取ったということで。私を呼びたいときはそのベルを鳴らすがいい。さて、旅に不思議はつきものですが、いやいやこればかりは信じられません。しかし、うむ、なんたることでしょうか。あ、お父さん、びっくりした、本当にびっくりした。マスタードラゴン、プサンさんが本当はマスタードラゴンだったの？まあ、そうなんでしょうね。ということでね、天空のベルをいただいたので、まあ、魔法の絨毯の日ではないですよね。あれは山を越えられないし、天空城はね、山を越えられるといえど、遅いですからね。ん？ちょっと待った。そなたたちの助けがなければ、私は非力な人間のままであっただろう。エオユーズアベル、これ自分で変身したんじゃないかな。本当に本物のマスタードラゴンさんは夢を見てるみたい。僕は人間だったプサンさんも好きだけどな。でもやっぱり本当の姿の方がいいね。だってかっこいいもん。伝説のマスタードラゴンから礼を言われるとは。まあ2回目だろ、これね。さて、ということで、まあ、主人公もね、武器がね、ドラゴンの杖になりましたので、あとはね、ま、いろいろ回るってのもあるんだけど、まあ、これでしか行けない場所もあるんだけど、とりあえず飛んだらどうなるのかって話なんですけど、
あ、こっちか。もっと広い場所。こっちダメか。ここら辺か、じゃあ。ん？あ、マスタードラゴンに乗れるっていうね。あ、斜め動けんだ。そうだ。じゃあ、名産品もね、まあ、集めたいですし、まあ、いろいろやることはあるんだけど、地図は全部埋まったね、これでね。メダルも全部拾ったでしょうから、仲間集めとかしたいね、そろそろね。本気で。本格的に。まあ、それもあるけど、どうすかな。ね、ここ。ここに、まあ、飛んでいけるんですよ。ここ何かと言いますと、すごく立派な建物だね。こんな高い山の山頂に、頂上だね。どうやって作ったんだろう。どれだどれ。ね、お父さん、門のところに小部屋があるみたいだよ。一体何の部屋だろう。スーハースーハー、あの何もしてないのに息が苦しいの。スーハースーハー、これね。ここにあるのは伝説の勇者が身につけていたという鎧だ。天空の鎧だね。さあ、あっちへ行け。行かぬと痛い目に遭わずぞ。はい。もう来るなよ。これなんだろう、ここで話変わるのかな。でも今のもの、我々が地上から来たとは気づいていなかったようです。まず探り入れるとは、アベレオもなかなかの作詞になりましたな。どうしたのお父さん。伝説の鎧なら、勇者の鎧なら絶対手に入れなきゃ。で、分かった、準備を整えてから戦うんだね。さすが今しか聞けない話だこれね。今の人を怒らせずに済んだみたい。ここ、いいえ、魂を抜かれている割には逆らうやつだな。言っても聞かんならこれだ。はい、またなんかね、蛇手男なんか出ましたね。さて、山頂さんがいるね。あ、かけなくてもいいか。なぜこんなのが守ってんだって話ですけど。あの兵士さん、魔物さんだったの。じゃあこの神殿はやっぱり魂がどうのこうのって言ってたね。何のことだろう。はい、まあここまで来れば天空のベルさえ取っちゃえば簡単に手に入るので、はい、ここが上がるので、で、天空装備になりましたね。武器だけ奇跡の剣になってるんですけど、神秘の鎧が開いたので、まあ主人公も装備できるんですけど、王者のワンと思ってますよね。だからどうしようかなーっていう話なんですけどね。またスライムナイトかなーっていうことで、まあ最終的にスライムナイト使うようになるのかなーっていう話なんですけどね。はい、奴隷の服などなどのいろいろありますけど。結局はパーティー入れ替えても山頂になるね。ここで変わんのか。じゃあでもないよね。何をうろうろしているのだ。教祖様のお祈りがすでに始まっているぞ。さあ早く中に入らんのか。何をうろうろしているの。同じだね。さて、神官様万歳、マーサ様万歳。マーサ様どっかで聞いたね。なんかいるね。なんか石像もあるね。金冠様万歳、マーサ様万歳。何をうろうろしているのだ。教祖様のお祈りがすでに始まっているぞ。さあ早く中に入らぬか。お前どうも様子がおかしいぞ。ここにいる人間たちは皆魂を抜かれているはず。しかしお前はまるで布怪しい集め。どうやってここまで来た。まあそうなりますね。はい、竜戦士山頂さんなんだね。まあ山頂でもいいけど、もう今となっちゃうね。こんなん大して強くないんで、ね、あ、ザイルが上がった。これ入れ替えられるのかな。やっぱりじゃあ全員いるってことだよね。まあいろいろいけるようにはなりましたけど、魂がどうのこうのと言ってたね。何のことだろう。今の人なんだか僕たちのことに気づかなかったみたいだったね。夢中で何かを見てたみたいだったけど。ふむふむ、この山頂、何が起きているかなんとなく理解できました。アベル王、これから先何を見ようとも決して心を迷わせてはいけませんよ。さて、心を迷わせてはいけませんよ。なんかあるね。しかし、石像はあまりにデボラにそっくりだった。優しそうな女の人、なんだか抱きつきたくなっちゃう。どうして。お母さんだ、お母さん。この像まるで生きてるみたいだ。あれ、前にもこんな像をどこかで。そうだ、お父さんが石になってた時とそっくり。じゃあこれが。あの兵士さん、魔物さんだったの。じゃあこの神殿はやっぱり。なるほど。
あ、ジージョいました。神官様万歳、マーサ様万歳、ジージョ、あのさらわれたとこ、主人公が石になってたとこの家の子ですね。ふむ、やはり光の教団には魔物が絡んでいたようですね。お父さん、あの人大丈夫？なんだか怖いよ。はい。我が名はマーサ。主人公の母親もマーサと言ってましたからね。大教祖イブール様に代わり、この神殿を治めているものです。アベルですね。すでに気づいているでしょうが、私はあなたの母親です。パパスが探し求めていた母親。アベル、随分たくましく成長しましたね。母はどんなにあなたに会いたかったことでしょうか。思えば、あなたの父、パパスは本当につまらない男でした。そういえば、こんなこともありました。その話を聞きたいですか？これね、まあ、聞きたいよね。それならば、この母と共に、あなたも大教祖イブール様にお仕えすると約束してくれますね。それはできない。どうしたのです？こういう話を聞きたくはないのですか？はい。なんです？さっきは聞きたいと言ったのに、そういうところは残念ですが、本当に父に似ましたね。思えば、あなたの父、パパスは本当につまらない男でした。そういえば、こんなこともありました。いいえ。そうですね。あんな男のことなど、話しても仕方のないこと。ところで、この母と共にあなたも大教祖イブール様にお仕えすると約束してくれますね。いいえ。では、どうしてもイブール様に逆らうと、この母と戦うことになっても良いというのですか？まあ、ここまで来たらわかりますね。母じゃないですね、この人ね。どうしても、そんなこと、まさかこの母を母とも思わぬというのですか？はい。くはくは、わっは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 。まあ、芝居が下手だね。まあ、変装は上手いけどね。よくぞ、見破ったな。そうとも、お前の母などすでにこの世界にはおらぬわ。俺様はイブール様にお仕えする神官ラマだ。ここにいる人間どものようにお前たちの魂も抜き取ってくれるわ。ゲマと同じ倒し方でいいかな。はい。なんかコンボやばいですね、あれね。釘、なんとかみたいですよね。じゃあ、とりあえずは、どうなんだろう、ルカナン効くかな。お、三条が呪文使わないようになってる。あ、効かないか。じゃあもう、バイギルトで攻撃力上げて、まあ、それでやるしかないかな。ね。ってことは、作戦。まあ、三条さんしかいないんだったら三条さんでいいですけど。はい、これで。じゃあ、バイギルトの、ネックスでいいか。このスクルト使えるんだね。まあ、でもね、見た目これなんですけど、案外ね、攻撃もしてくるんですけど、呪文も使ってきますからね、この人ね。さて、呪文、ベコマラ、バイキルト。バイキルト30でいいかな。まあ、バイキルトかけたところであんまり上がってないけどね。2個上げるとこんだけ上がりますんで。自分にもかけちゃうか。じゃあもうここは自分のがいいんだけどな。まあ普通に倒せるでしょうから。ベギラゴン使ってくるってことはやっぱマヒャドとか効かないかな。あ、効くね。でも31しかいかないよ。逆にドラゴラム、まあ攻撃力はいいかな。あっちの斧を対抗してください。あ、効かなくなった。本当はスライムナイトとかの方がいいんですけど、
一回グランバニア行ってね、山頂外さなくちゃいけないんで、もうどうしても強制的に人間キャラが来るみたいなんで、ここ。まあ倒せなくないからいいんですけどね。お、盗賊の花覚えた。まあ宝が何個あるかわかるっていうね。ピエールいるってことはこれ連れてこれんだよね。入れ替えで。ザイルが妙に上がるな。お、ベホイム覚えた。この俺様が破れるとは。しかしたとえお前たちでもイブール様にはかなうまい。まあ、これより強いんですよね。大競争イブール様万歳。グフ。わーわーなんだなんだ、何があったんだ。お、わーわーわーざわざわ。さて、返事がない。ただの石像のだ。しかし石像はあまりにデボラそっくりだという。石像は解けないですね。この姿はアベル様、デボラ様に間違いありません。見つけた。私見ました。教祖イブールがあの石像に呪いをかけるの。そして石像がここにある限り伝説の勇者など生まれはせぬと言ってました。じゃあやっぱりあれがお母さん。お母さん石にされた上に呪いまで。そのイブールってやつを倒せばお母さんの呪いを解いてあげられるのかな。は、僕は今まで何をしてたんだろう。おや、あなたは昔僕の家にあった守り神によく似ていますね。そうだ、父さんや母さんのところに帰らなくちゃ。救ってあげましたね。あの家の父親喜ぶ姿が目に浮かぶようですよ。今の人、石にされたお父さんがいたあのお家の人、助けてあげられてよかったね。まあね、ここをね、はい、降りる階段なんかがあるんですけど、とりあえずラマダ倒したので、ここはまた今度行きます。他のね作業ちょっとしたいかなってね。ありがとうございました。もう少しで生贄にされてしまうところでしたわ。生贄とは神殿ができたら、ここにいる者たちを皆殺しにするつもりだったんですね。ひどいね。俺を言われたら、いえいえどういたしましてって言わなくちゃ。あ、自分とそっくりだ、これ。いえいえどういたしまして。俺は知ってるだよ。あの台の下には、下に降りる隠し階段があるだろ。ああ、かなりの人に。まあ、作った人でしょうね、これね。お父さんもしかしてこの場所のこと前から知ってた？うん、なんとなくそんな気がして。知ってた。奴隷で作ったもん。あの台とはデボラ様の石像のある、あの、高台の、ことなんでしょうね。まあ、見つけてからそういう話するのもあれかなと思いますけど。聞いた？お父さん、早速探してみようよ。あるもんね。私一体。無理もありません。きっともう何年も偽りの夢を見せられていたんでしょう。ぼんやりしている人も多いみたいだけど大丈夫かな？一体どうしたことじゃ？せっかくイブール様に気に入られここまで出世したっちゅう。こういう台に上がっている人は偉い人だったね。じゃあ、じいじを偉くなってたんだ。魂がどうのこうのって言ってたね。何のことだろう。さて、まあ、ひとまず、ラマダ倒しました。大神殿ですね、ここね、大神殿その1。で、お金も貯まっているので、まあ、いい装備はね、あるんですよね。天空城でそうだけど、妖精の村がいいのあったかな。山頂が入るんだったら、山頂ちょっと外そうかな。まあ、今回はね、ちょっと仲間入れたりしたいので、山頂の口笛が必要なんですけど。いろいろ売ってるんですよね。だから、まあ1個ぐらい買ってあげた方がいいかな。ピエールに、今後ピエール使うことになるでしょうから。となってくると、これをね、まあ、ピエールに渡した方がいいよね。奇跡の剣。そして天空の剣を自分が装備した方がいいので、まあ、ラマダと戦う前にやるよって話なんですけど、まあ別にそんな大して強くないのしてたんで、さて、仲間集めたりいろいろやりたいと思います。ということで、さて、この辺り、ちょっと回ってみようか。
あら。2体目入っちゃった。サンダー。ゴレムス。ゴレムスときまして、次サンダーでね。もう1体目はね、星座みたいな名前なんですけどね。3体入れたことあるんですけど、まあ、いいか。サンダー。あー、でもな、ここサンダー入れに来たわけじゃないんだけど。なるべくね、違うモンスター入ってほしいですよね。あ、出てきた。これ入ってほしいんだよね。なかなかあれもね、入んないですからね。まあ、こんなもんかな。しょうがないか。ハグリンもどきになったらまずいやつだ。よかった。ソルジャーブルとかね、あんなのも、まあ、いるからね。まあこれだけでもいいかな。これにエリミネーターいたと思うんですけど、アベルが上がっちゃったので、36になっちゃったら、あんま上げすぎるとね、またね、簡単になっちゃうんで、まあ、ゴーレムが入っただけでもいいかな。2体目はね。ということで、まあ今回これで終わりましょう。ということで、次回ね、どこでしたっけ？一番上だね、イブール。大神殿ね、あそこ行きましょう。ということで、まあ今回ここで終わります。とりあえずネットのやるあたり固定にしといて、まあ、次回ね、残りね、まあ、じっくり攻略していこうと思います。取り逃しないようにね、いこうかなと。まあ、今回ね、天空の鎧とか取れたんで、まあ、本来ならね、まあ、攻略するついでに行ってもよかったんですけど、まあ、別にあそこは、行くタイミングはね、天空のベル取ったタイミングで行けるので、まあ、そうですね、ちょっと時間余るかなと思ったんでね、一気に行こうと思ったんですけど、そうなると今度逆にね、まあ、長時間でもよかったんですけど、あんまり長すぎてもね、まあ、編集とかね、まあ、動画出す時間とか遅れたりしますんで、まあ、この方がいいかなと。ということで、また次回ね、やっていきたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。